どれぐらいいいねできるんですかね。分からん。これどうすんの？あ、30分、最初の30分であれじゃん。いいねめっちゃできるんじゃん。あ、そうなんですかね。うん、なんでこれしようか。よし、お相手から来てね。お相手からもう来てる？うん。これ今日？来てますね。もうとりあえずいいんじゃないですか、もう。いやや。一回。だから童貞やねん、ほんま。水前食わぬわよ。めっちゃやりまくっとるわ、お前。めっちゃやりまくっとるわ、お前。いや、リアルなけん。いや、もうちょっとね。ああ、だからこういう人いいんじゃないですか。登山で行こう。登山で調べる。これピックアップか。ピックアップじゃん。いらん。登山で探そう。サークルでしたっけ？コミュニティか。コミュニティで探します。コミュニティで探して、登山や。コミュニティで。登山。はい。登山が好き。登山が好き。これに行こう。コミュニティ入ってんな。あ、大阪。この子いいやん。はい、来ました。はい、この子かわいいな。33歳の女性。33歳女性。行っとこう。行っときましょう。あ、清掃感あるやん、この子。うん。うわ、なんか犬。動物好きやな。この子。あ、いいやん、俺こういう子好きやわ。じゃあ、この人に。無料でいいね。無料でいいね。メッセージ付きいいねしたら、あれじゃん。ポイント、え、これ買わなあかんの？あ、これいけんのか、メッセージ付きいいね。メッセージいらんじゃないですか。とりあえずいいねでいいんですか。いや、メッセージ付きいいねじゃないとあかんような気がするんだけどな。まあいいか。まあ、あんまり。だって108いいねもあんねんで、これ。大丈夫っす。俺、700いいねぐらいの人と会いましたけど大丈夫っす。あ、そうなの。これは？意外といきますよ。あ、これいいやん。やばい。この子いいやん、兵庫県。じゃあ、天童よしみみたいやな。いや、ちゃうやん。それもうカットやん。ちゃんといいじゃん。かわいいやん、この子。言うてしまった。言うてあかんよ。ちょっと、あ、でもちょっとそうやな。綺麗な天童よし。もうここに注目して持てるからさ。なるほどね、うん。それはもう、でもいいじゃないですか。今の人。あ、これしとこか、まあ。とりあえずな、数を打たんとな。これ、なんだこれ。いや、なんか、どこない？え、この人いいね。何本ぐらい集まってます？ちょっと待ってよ、難しいな。これもう見せられへんのがあれですね。いいね64ですね。いいね64だと、うん、ちょっと個人的ペアーズ攻略法としては、うん、こういういいねの少ない人にメッセージ送ったらやっぱ返ってきやすいですよね。あ、そうなの。じゃあ、まあ、やる？いいねする？あ、でももう送ったんじゃないですか。送ってもらった、うん、じゃあもう他の人メッセージするの、うん、やってたけどな。他は？あ、もうこれピラロック。ピラロックな。ピラロックの、あ、ピラロックの27歳、かわいいやん。これ、60、これ、5いいねしか来てへんで。あ、多分。あ、24時間以内やから。だから登録したばっかりやん、それ。あ、そうだ、これ行こう。メッセージいきます？え、行こう。メッセージ何しよう。よかったら一緒に山登りませんか。あ、ピラロックですねって入れたいね。あー、なるほど。写真ピラロックですよね。うん、そうですよ。さすが、こうだろう、心得とる。ピラロックですね。え、そうなんですかって言う。ロックですね。ロックですよね。ですよね。よく行き、僕もよく行きます。ちなみに語尾を伸ばす人は嫌われますよ。あ、そうか。ですよね。なるほど。僕もよく行きます。あ、いいと思います。いい。非常に。また六甲の話しましょう。これ顔文字やった方がいいな。顔文字。まあ、いいと思います。で、六甲行きます。六甲の話しましょうか。六甲よく行くんですかって言った方がいいですよ。あ、そうか。極力、あ、そうやな。イエス、ノーで返せる返事は、質問はしない方がいいんで。まあでも、よく行くんですかよく。いい、イエス、ノーやんけ。ほんまや。まあいいんじゃんの。どうする？あ、まあそうやな。行くんですんかあ、ちょっと、この、あ、ちゃめっ気も出した方がいいかな。行くんですか行くんですか行きますかえ、いいなや。よく6個行きますか行きます。そうや、そうや。急に日本語忘れる。これで行こうか。C。さあ、どうでしょう。ああ、こんな27歳の子は。お顔が不鮮明の人はお煎じいたしかねますやって。え？めっちゃ横顔やねんな、これ。この子どんな子やろな。えらい上から来ましたね。でもこれやったら可愛いで。あ、可愛いや。めっちゃ可愛いかな。この、なんでこれ同じ人じゃないみたいな、まあ。これは写真詐欺ですわ。なんかちょっと、
なんか怪しいな。なんか怪しいですね。怪しいな、これ。これ絶対あれやんけ。なんかやたら要求、もう、ここの。つつもたせしゅうしたぞ、今。ここの一言でなんか要求高い人が呼んだってことですね。ああ、なるほどな。あ、もう33歳の、この人。あ、これは、ね、多分、桜っすわ。なんでわかんの？写真がプロでしょ、明らかに。あ、そうか。いや、桜がいるかどうかは知らないですけどね。うん。この33歳、兵庫会社員します。あ、こういう人はいないですか？あ、ほんまやな。こういう人はいいと思います。で、しかもまだ登録して24時間経ってないんで、早めに送った方が。あ、そうか。匂いやな。これ送ろう、送ろう。これ焼けだけですか、後ろ。え、ちょっと待って。すぐ。違うな。これは唐沢のとこでしょ、多分。あ、唐沢。唐沢ですよ、これは。唐沢登ったんですかっても送ったらいいんじゃないですか。そう、ま、でもこの断定はできひんから。でもこの紅葉の感があったら、これ唐沢ですね。これ唐沢登った、唐沢ですか、写真は唐沢ですか。北アルプスいいですよね。ああ、メッセージ付きです。ああ、やっちまった。やっちまった。あ、もっとメッセージ付き見てねって。唐沢、写真唐沢ですね。まあいいや、この、写真、むっちゃあれやん。編集大変なやつやな。写真唐沢ですね。ビックリマークの方がいいっすよ。おぉ、さすがいな、心得とんな。ハテナいらんす。なんでビックリマークじゃん。あ、そうか。その方がわかりやすいです。ほんと、いいですよね。よく北アルプス行くんですか？ああ、いいと思います。OK。この行くんですか構成、何やねん、これ。決して自分をアピールせずに、僕はないです、僕はないです、という。じゃなくて、あなたのことを知りたいですっていうのが大事です。ああ、なるほどね。そう、会話っていうのは相手のことを知ることですか？ほんまかよ、これ、ほんま。まあ、結果次第やから。結果が全て、俺だって前、俺めっちゃガツガツ言ってたで。僕、こういうので、こんなことを好きです。のしは飲み出せんが、ガーって言ってて。で、失敗したわけですよね。失敗というか、まあ、その、ごっつい女教師だけど、ね。それはもう、やり方を変えていくべきですね。なるほどな。でも、とりあえず今何件いった ?3 件いった？で、年齢層も結構幅広くいった方がいいと思うんですよ。年齢層も幅広く。なるほどな。そうやな。まあ、ちょっと一旦切ろうか。この人いいんじゃないですか。え、これ24歳やもん、俺。俺犯罪者やないか、ほんまに。何歳やねん、6、16、16、18、18歳離れてるやんけ、お前。まあ、ギリアウトですね。俺もうちょっとやんちゃしてたと、やんちゃしてたらもう 100% 子供やんけ、それ。やんちゃしてた時の子供やんけ、それやったら、設定上、ほんまに。確かに。まあ、しい若いお父さんじゃないですか。若いお父さんやな。でも行こう。行こう。4回。こう行こう。うん、これ、無料で。で、犬派。なるほどな。あ、もう餃子が好きな会。あ、いるない。話しないけど。そうそう、こういう相手の情報見た方がいいですよ、そのコミュニティで。ああ、なるほどな。スピッツ好きなんですか？僕も好きなんです、みたいな。ああ。